やり抜く子の育て方第1弾、最後までやり抜く子とすぐに投げ出してしまう子の行動習慣の違いを解説します。そういうことですよね。はい、こんにちは、ライフコーチのミスターおかちです。今日も来てくれてありがとうございます。お子さんを見ていてこのようなことはありませんか？自分なんて無理や、もうやる前から諦めてしまう、何をやっても最後まで続かない、失敗が怖くて挑戦できない、すぐに諦めてしまう、全部中途半端。以前の僕がそうでした。もう絶対に 100% 成功できると思えることしか挑戦できなかったんです。バスケ部に入りたかった、でも僕よりも背高くて足速い人がたくさんいる、どうせそこに入っても試合に出られないんやろな、そう思ったらバスケ部に入れませんでした。好きな子もいました。でも僕がどうせ話しかけても告白しても振られるんやろな、嫌われるんやろな、そう思ったら告白することすら、いや話しかけることすらできなかったんです。やりたいことを我慢して、言いたいことを言わず、そんなことでをやっていると本当に自分がやりたいこともわからなくなりました。そして何をやっても中途半端、最後まで続かない、すぐに投げ出してしまう子だったんです。これまで僕は1万人以上の子供と向き合ってきて、やり抜く子と投げ出す子には決定的な違いがあることが分かったんです。それがライフスキルです。ライフスキルを身につければどんな子供でもいつからでも自分がやると決めたことを最後までやり抜けるようになります。僕もそうでした。自分がやると決めたやりたいことを最後まで続けられるようになったんです。今回の動画ではアメリカの大学院でライフスキル教育を学び、そして和歌山でライフスキルの学校を立ち上げてきて子供を指導してきたキッズコーチの僕が、ご家庭でできるやり抜く子の育て方を具体的に紹介していきたいと思います。今回は第1弾ということで、自分とつながる力にフォーカスして紹介します。この動画を最後まで見ていただけたら、やり抜く子を育てるための考え方や具体的な子どもさんとの関わり方が分かり、あなたらしく子育てを楽しめるようになりますので、最後までご視聴ください。このチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための行動習慣にフォーカスして紹介しています。興味がある方はチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと SNS でも毎日配信してますので、概要欄からつながってください。それでは早速紹介しましょう。やり抜く子を育てるための親の関わり方、3つの行動習慣。1つ目、ご機嫌になる。2つ目、安全基地になる。3つ目、他人と比べない。1つ目、ご機嫌になる。はっきり言わせてください。一番最初に言いたいことがあります。自分をご機嫌にすること以上に大事なことはありません。これが僕の一番大切にしているコーチング哲学、いや人生哲学です。自分の気分を良くすること以上に大事なことはない。すぐに投げ出す子はいつも不機嫌です。目に力がなくて、声が小さくて笑わない、たけしが悪い、先生が悪い、お母さんが悪い、いつも文句ばかり言って人のせいにして自分からは動かない。そのようにご機嫌じゃないと、不機嫌な状態やったら、なんやろ、いつも楽しかったこともめんどくさいことに変わる、いつもおもろいこともつまらんことに変わって、とにかく動かないんですよ。やってみたい、やってみようっていうやる気が湧いてこないんですよ。やる気が湧いてこないから行動しないし、努力しないし、練習しないんですよ。練習しなかったら新しい能力が身につかないんです。全部他人事で自分からは動かない。そのような状態やったら生きる力は育ちません。それではどうやったら子供がご機嫌になるのか、簡単です。親がご機嫌になる大原則です。まずは自分が満たされていないと相手には与えられません。自分が空っぽの状態で相手に尽くして相手のために行動していると空っぽになって燃え尽きてしまいます。そうすると相手からエネルギーを奪ってしまって、その結果相手も疲れてしまうんです。
自分が不機嫌で疲れていると子どもの悪いところしか見えなくなる。そして些細なことでイライラしてしまうんです。ママがムスッとしていると僕が悪いのかな、僕なんていない方がいいのかなって不安になって心配になって自己肯定感が育っていきません。そして子どもも不機嫌になっていくんです。だからまずはあなたをご機嫌にしましょう。自分の気分を満たしていくんです。この瞬間やりたいと思ったこと、ワクワクすることを最大限叶えていく。どんなちっちゃなことでも OK です。コンビニでちょっと高いチョコレートを買う、おしゃれな喫茶店に行く、楽しい漫画喫茶に行く、どんなことでも OK です。自分のために時間を使う、自分のためにお金を使う。そうすると少しずつ自分の気分が良くなっていきます。エネルギータンクのエネルギーが満杯になっていくんです。そうすると自然に与えられるようになります。子どものいいところが見えて些細なことでイライラしなくなる、許せるようになるんです。そしてお母さんの笑顔を見て子どもは僕は愛されているんだと、そのような気持ちになって自分で自分にイエスと言える、そんな感覚が育っていくんです。2つ目、安全基地になる。そのままの子供を受け入れる。100点取って偉いね、優勝してすごいね、言うこと聞いてくれていい子だね。こんな感じで何か結果を出した時や親の言う通りにしている時だけ褒めていると、僕は100点取らないと認めてもらえないんだ、勝たないと嫌われてしまうんだ、親の言うことを聞かないとここにいてはいけないんだって、そのままの自分を出せなくなるんです。自分のかっこ悪いところ、自分の弱いところ、コンプレックス、失敗したところ、問題、ミス、そんな弱いところを出せなくなって、いつも背伸びして自分をよく見せようとしてしまいます。そうなるとその子自身がそのまんまの自分を肯定できなくなるんです。だから子供のいいところも悪いところも長所も短所も、うまくいったところも失敗したところも全部丸ごとひっくるめて受け止めてあげる、肯定してあげる、そういう関係性を作ること、そういう環境を作ることが大切です。これは安全基地と呼ばれています。そのような安全基地で子供は過ごすと、どんどん自分のことを認めて自分を肯定して自己肯定感がぐんぐん備わっていきます。僕がそうでした。小学校の時にクラスメートにバカにされて、無視されて、いじめられて、嫌われて、一人ぼっちになった。そして寂しくて、苦しくて、悲しかった。その時に家に帰ったらお母さんが笑って話を聞いてくれる。それがどれだけ助けになったのか。僕はここにいていいんだって、そんな気持ちに、そんな気持ちを持てたんです。受験勉強していました。どれだけ努力しても、どれだけ勉強しても上のクラスに上がれませんでした。このままでは不合格じゃないか、焦りと不安、そして上のクラスの人にもバカにされる、悔しかった。でもそんな時に、不合格になっても成績が悪くても大ちゃんは大ちゃんだからね、大ちゃんが頑張ってるの知ってるよと、お母さんが認めてくれる、見てくれる、受け止めてくれる、それがあったから2年間受験勉強をやり抜けたんです。もちろん子供がルールを破ったり悪い行動をしたら、それをしっかりと叱ったりしつけをすることは大切なことです。でもその時にその子の行動と人格、その子の気持ちと行動をしっかりと切り離すことが大事なんです。お母さん、大ちゃんの〇〇ということは間違ってると思うけれども、大ちゃん自身のことは大好きだからね、そういうメッセージを言葉でも態度でも示すということ、それがとても大事です。そのような安全基地の中で子供は育つと、子供は安心してやったことないことでも挑戦できます。失敗を恐れずに努力できる、行動できるんです。一歩踏み出せる、そんな勇気が育っていくんです。3つ目、他人と比べない。昔と比べる。〇〇ちゃんはいつも手を挙げて発表してるのに、うちの子は、〇〇くんは有名の私立中学に合格したみたいだよ、〇〇ちゃんはダンスバトルで優勝したみたいだよ、そのように他の子と比べてしまって不安になったり焦ってしまうことはありませんか？
子供にプレッシャーを与えてはいけないと分かってはいても、ついつい他の子を見て比べてしまう。自分の子育て、自分のやり方が悪かったんじゃないかって不安になって焦ってしまう。これはこの前も教えたでしょ、何回言ったら分かるのって、つい感情的になってしまい、子供の寝顔を見て反省し自己嫌悪、そんな自分が嫌なんです。そのような相談を受けることがよくあります。親が他の人と比べていると、子供もそれを真似するようになります。投げ出す子は人と比べて自分を評価します。一番になったから俺は偉い、たけし君に勝ったから俺はすごいんだ。もちろん100点取ったり勝ったり優勝したりするとものすごく嬉しいです、努力したことが実ったから。でも結果というものは 100% コントロールできるものではありません。どれだけ勉強してもたけし君に負けることはある、どれだけ努力をしても一番になれないことはあるんです。そのように自分ではコントロールできないことにフォーカスして集中していると、それが達成できなかった時に、はあ、努力しても無理なんだ、やってもダメなんだ、頑張っても意味ないよっていうふうに学習性無力感が募ってきて、そのうち努力しないようになるんです。だから大切なことは自分がコントロールできることに集中する。結果というものはコントロールできない、他人のパフォーマンスもコントロールできない、でもコントロールできるのは自分の努力、自分の準備、自分の練習、そのプロセスなんです。そのプロセスにフォーカスするように子供と関わっていくのが親の役割です。そのためにまず大切なことは、親が人と比べないということです。自分と他の親を比べない、自分の子と他の子を比べない。自分が他の親と比べてしまうのは、子供のパフォーマンスイコール私の価値になってしまっているからではないでしょうか。そこを切り離さないと自分も辛くて子供も辛くなります。子供のパフォーマンスと自分自身の人間としての価値というのは全くの別物なんです。子供は子供、私は私、そのように切り離すことが子供のためにもなるし、自分のためにもなるんです。子供のために、子供のためにって、子供にフォーカスして子育てを頑張りすぎると、子供のやる気はどんどん下がっていって、自分で考える力がなくなっていきます。そしてもう一つは、自分の子供と他の子供を比べない。具体的にやれることとしては、目標を立てるときにプロセスの目標も一緒に立てるということです。例えば優勝したい、一番になりたい、英語のテストに合格したい、そのような結果目標を立てたとします。じゃあその目標を達成するためには何が大事かな、何をしたらいいのかな、どんなことが大切だろうと問いかけてあげるんです。そうするとプロセスの目標ができてきます。例えば優勝するために毎日5本50メートル走を走る、たけし君に勝つために毎日シュートを20本打つ、英語の検定テストを合格するために毎日新しい単語を5つ覚える、そのようなプロセス目標も合わせて立てることが大切です。で、普段の声掛けも結果が出た時に褒めるのではなくて、その頑張っている時、努力をしている時、夢中になっているその瞬間に声掛けをしていく。頑張ってるね、努力してるね、知ってるよと、そういうふうに見守ってあげること、それがとても大切です。以上です。やり抜く子を育てるための3つの関わり方。1つ目、ご機嫌になる。まずは親自身がご機嫌になって自分の気分を満たす。そうすると自然に笑顔になって子供のいいところが見えるようになってきます。2つ目、何だっけ、安全基地になる。子供のいい部分も悪い部分も丸ごと受け止める、肯定する、認めてあげること。そんな安全基地の中で子供は一歩踏み出してやり抜けるようになっていきます。3つ目、他人と比べない。比べるのはその子の昔のその子と比べるということです。結果だけではなくてプロセスにフォーカスした声掛けをしていく、それが大切です。
はい、おしまいということで、こんな感じでこのチャンネルでは子育てを頑張るお父さんお母さん、子どもの教育に関わる方に向けて、やり抜く子を育てるための関わり方を具体的に解説していきたいと思ってます。興味がある方は最新動画を見逃さないようにチャンネル登録ボタンをポチッと押してもらえたら嬉しいです。あと今日の動画少しでも参考になった、勉強になった、おかっち頑張れと応援してくださる方は高評価ボタンを押してください。あともう一点だけ、概要欄にやり抜く子の育て方の無料 LINE 講座のご案内をしています。そちらを登録していただくと、1週間に1回、最初は2日に1回、やり抜く子を育てるための具体的な関わり方、考え方、そして行動習慣を紹介していきますので、そちらも、ご覧ください。はい、以上です。ジ・エンド。それではワンダフルな一日をお過ごしください。ありがとうございます。バイバーイ。やり抜く子。